まずは白戸大成、そして13番の中田周希です。本田純平、ステファン・ジマルマン、2点ビハインドの場面でこの白戸大成が劇的な逆転スリーを決めています。ジマルマンが柔らかさがあります。ステファン・ジマルマン、ホームからのシュートのオレンジはありますが、さあフォスターは中に入れて、あーここはうまい合わせが素晴らしい。本田純平指示を出す、中入ってケビン・コッター、ここは見事、ベルトス、あーダンク、ジマルマンだ、決まった、見事 1.2 秒で決めてみせました。ライジングでさあ福岡、いやーここは 1.2 秒でした。ジマルマンを使って中にケビン・コッターだ。さあ福岡中田です。ジマルマンのスリーポイント来ました。さあセカンドチャンスをものにしたい。ジマルマン決め、ケビン・コッター決めていきました。天竜が決まります。手がにもありました、苦しいシーズンにありましたが、さあジマルマンだ。さあこのままおっとダンク決まった。フェルプス先を見出すことができるかどうか。フェルプス最後相手を見ながらのダンク、ダイアンへ、フェルプス、あこれはファウルをもらってのバスケットカウント。ショットも決めていきました。さあ間もなく第4クォーター残り5分を切ります。さあ決まった。いやー今のはよ。さあ星野スリーを沈めるか。フェルプス押し込んでダンク。ディープスリーを狙う、スリーポイント、このアウェーの地で自分たちの力で決めました。ライジングデファー福岡 B2 残留決定。